皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is Odd Taxi No. 6。入っていきたいと思っております。Let's go 行きましょう。スタート。よし。この帯が好きだけど、スキップします。よし。始まります。Yo!そうだったよね。覚えてる覚えてる。どうなしたんや。後ろに尾行者がいるのかな。まだ。どういうことや。尾行者はまだ着火持ってるでしょ。どう。え。おい、マジかよ。おお、10億円。おい、絶対言ったらあかんよ。絶対人に言ったらあかんやろ。結構ネットで言ってるのか。え？お前数字出してるじゃん。ご家族や大事な人が困ってたりとか。いるね。いないな。おい。だけ良くないんすか。じゃあ小川様、今から時間ありますか。ご覧の通り仕事中丸出しだろ。まあそうですね。自分のお金払いますから、ちょっとついてきてくださいよ。なら仕方ない。歌舞伎町に来たんかい。おい、先に課金してくださいよ。へえ。へえ。キャバクラの永久無料券やばいな。やばいな。まあじゃあどうぞ。よくわかんねえ。遊びに来てるわけじゃないけど。いや絶対高えやろ。どこ行くんですか。もういいよ帰るわ。まあまあそう言わずにもうちょっと楽しんでてくださいよ。お前お金ないだろ。よっぽど困ってる人はお前じゃん。誰かいんのか？トイレに。はあ、白川さんからめっちゃ来てんじゃん。二度と俺に関わるなって。お前送ったんか？え？は？強盗入ってきた？くじ引きの名前。ああ、あいつやん！あいつやん！おはは！よっぽどお金に困ってるっていうわけではないんだけど、やばい人。隠れた方がいいぞ。何があった？わかんないっす。やばすぎやろ。いやーそりゃ怖えやろ。
や皆さん、あんまりさ、ガチャゲーやったらいきませんよ。こうなります、金ない。あ、尻尾が見えたんじゃないですか。何これ、ハロウィン。あ、お前やん。気をつけた方がいいよ、お前。てか、売れない芸人なのに、なんでカバクラで遊んでんだよって思っちゃったんやけど。え、怖っ。逃げようぜ。戻ったらあかん。おい、しばかき、何がしたかったんだよ。あ、こいつ、キャバで働いてるんか。バイトで。え、撃たれてんじゃん、車。え、最悪。おい、お家で待ってんのかよ。てか個人タクシーでこんなされたらめっちゃ嫌やな。ずっと人のお家の前で。だよね。おい、外で話そう。誰かいるの？まあいるよね、いるよね。逃亡女子高生。車はどうしたの？車上荒らし。いや、それが車上荒らし。早く直さないとあれになっちゃうよ。ほらあれ、情報がゼロすぎて。ああ、それか。心だってそうだからね。どういうこと？で、何の用？だから、俺に関わるなって。もう知ってんだよ。相手の出方次第ではまだ挽回可能かもって考えてる今のお前の態度も鬱陶しい。待って。正直ほんの少し。いや、かなり浮かれてたよ。そんな自分が恥ずかしくてしょうがない。お願い。女を出すの卑怯者。卑怯者。分かった、全部話すから。ホドカーさんはどこまで知ってるか話さなくていい。私は確かにドブさんと付き合ってた。いきなり知らない情報じゃねえ。興味ねえわ。逆らえなかったな。お金。泣くなら話は聞かない。そもそも俺には関係ない。待って、お願い。分かったから。なるほどな。でも何のためにお金を。分かってて、あんたの名前出さなかったんだ。余計なことせずに剛力に任せればいい。それで、はい。俺に近づいた目的は、ドブさんに患者のリスト持ってこいって言われて、そんな個人情報をお金に変える方法がいくらでもあったんだと思う。それでリストにあったオドカーさんの名前を見て、どういう男なんだって聞かれて。なんて答えたんだ？気難しいタクシードライバーだよね。この男と親密になれってドブさんが。でも本当に私、オドカーさんのことだんだん。いらねえんだよ、そういうの。で、ドブの本当の目的は何なんだ？いやー、なんかすごい悲しい。え？へぇ、この時代に？今だからこそできるって言ってた。逃走用に俺を利用か。舐められたもんだな。本当に信じてほしいの。言われるがままオドカーさんに近づいたけど、途中から私、オドカーさんを差し出す気はなかった。それはどうでもよくて。それはどうでもよくて。元がクソやったら、あとは全部クソっていう考えの人もいるからな。銀行強盗も手伝うふりをする。わかった。ちなみにドブへの借金はいくら残ってるの？
300万。4年もいてまだそんな。利息があったから元本が全然減らなくて。へえ。へえ、気にしすぎだろ。知らねえよお前らの脅威像。それな。待って、結構ストレートに言うなお前。本当のことしか言ってない。借金を早く返してドブさんと離れたい。本当に剛力先生にも謝ります。私はその謝って済むことなのかな。もうええわそれぐらい。もうその辺にしとけ。俺に二度と関わるな。結構それ今言ったら相手をまあ利用してるか、なんかね、かわいそうや。オードタクシー、ジュンジュンジュン。はい、修理。大丈夫ですか？ちっちゃくネットニュース載ってましたけど。びっくりすんだよ、ほんま。拳銃向けられてんから。その後事情聴取も行ったし。ニュースタイトル、ホモサピエンス柴垣、バイト先で強盗に遭遇。バイト先いうのがダサいな。ダサいよね。取材してくれんかな。強盗を追い払った俺やからな。何？ほんまやって。どうやって？うつやったら撃ってみえ言うて。ほんなら？あんたの男気に免じてこの場を収めてやるって。言うたん？奥の目がそう訴えかけてた。おいおい、言葉ちゃうやん。どんな状況やったん？あんま言われへんねん、会社から止められてて。面白いエピソード手に入るためにめんどくさいことには積極的に絡んでいけってよう言うてるくせに、何も話されへんかったら意味ないな。ほんなお前何しててん？タコタコローン。ドラマの収録ですよ。やば、牛島やん、怖っ。レギュラーもあるから全然寝てなくて。売れたての若手が余裕自慢やわ。いや怖えわお前、こんなところでお金借りんの。言っちゃうな。いやもう怖えよ猿。反感買うだけやと思うで。最近売れてる人見てみえ。結局人からやん。それで笑えるんか、ほんまに笑えるんか。俺らが子供の頃体の芯から痺れるぐらい笑ってたことって、エッジの効いた刃だらけの言葉やったりして。そんな時代ちゃうと思うけどな。そんなないや。変顔してておもろいんか、白目向いておもろいんか、そんなんで笑えんのか。ちょっと柴垣さんがエキサイトしてきたんでメール行きましょう。素晴らしい、素晴らしい展開でした。いや分かるけど。浜ヶ崎って兵庫県やけど市外局番06やもんな。っていうかあいつは誰？いつもメール送ってくる小賢しい高校生。長嶋さとし君？見覚えてるな。寂しいなぁ、寂しいなぁ、おい。今日は小戸川さんは？今日は早く上がるから元気だったら来るってさ。最近雰囲気変わったわね、柿花さん。そう？ねぇ、お前やばいほど。え？すげぇなぁ。めちゃめちゃ売れてんじゃんあの男。ほんま片方だけ売れるってこういうパターンやな。すげえわかるよ。白目向いて何が面白いって。せやな。ていうか誰やん、雑誌の店員さん。あのもしかして高校生？それ最初から言わないと。わざわざ来たのに。どうも、川沢太一です。はい。新宿のキャバクラホワイトドルフィンでですね、発砲事件があったのご存知でしょうか？ドブではない。なんとそこに居合わせたリスナーさんから動画が送られてきました。これね、ドブで間違いないでしょう。ドブじゃねえよ。どんどんドブちゃうねえ。タコドブ。その一方で、樺沢大地の求心力が上がってるんじゃないかと、賜物じゃないかと、神に
やばいぞお前、普通にやべえよ。髪の裁きを間違いねえわ。ネットの影響力ってのは俺はよく分かってなかった。まるで全員が敵に見える。自業自得この上ないよ。こいつが使った拳銃は俺ので間違いない。だから立ちが悪いんだ。矢野ってやつか。矢野ではない。どう思う？矢野ならもう少し意図が見えるはず。よく見ると誰かを探してるように見えるんだ。お前この時トイレにいたんだよな。俺が誰かに恨まれてるってことか。まあそれは合ってるけどね。何も取られてない。もちろんドラレコのデータだからだよ。関係ねえことでお前狙われてるってこと。何者かがお前をじわじわと殴り殺そうとして。結構怖えこと言うな。怖えなー。でもこういう顔なんです。これはあれか、銀行強盗。あ、銀行強盗できひんもんな、銃がないと。どういう話やわ。ドブ、白川のあれを免除して。解放してくれ。借金をチャラにしてくれ。300万。分かった。約束する。手握った。俺は拳銃男を探す。お前は。とりあえず川沢隊長を捕まえてくれ。こいつの。俺一回乗せたことがあるんだよ。知ってるよ、保存したわ、あのスリーショット。カバサワタイチは素性わかってるからなんとかなるけど。拳銃男はどうやって探すんだ。ハロウィンだ。おハロウィン当日、俺は拳銃男の格好で街を練り歩く。へえ。ファッションで。なるほどな。ドブは顔割れまくりだからこういう日じゃないと街歩けないもんな。なるほどな。それで、おお前ちゃんってなる。でもまあハロウィンだったらね、面白い。大勢の中から人探すの得意なんだ。へえ、なんでやろ。鼻が効くんじゃない。あんま説明にはなんないんだけど、もしかしたら、あ、鼻がめっちゃ効くとか。ババね。ブレイク芸人ランキング1位に入ってたよ。え、あ、そうなんすか。俺ね、来ると思ってたんだよ、ババ君。なんだろうね、バカだけど愛されるやつっているじゃん。バカってそんな。いや、変な意味じゃなく、変な意味じゃなく。変な意味しかないでしょ。ババ君のいいところって筆舌に尽くしがたいんだよね。諦めといてくださいよ。尽くしてくださいよ、筆舌に。人徳っていうか品があるっていうか、結局のところ育ちがいいんだろうね。ババ君のなんじゃそれや。いやいや、相方俺のこと嫌いですよ、多分。普段からポンコツポンコツ言われて。こっちから切っちゃえばいいじゃん。やはりそういうことか。実力がないものが淘汰される世界なんだからさ。負け犬の遠吠えだよ、相方さん。いや、しばかく。そうそう、年末の特番出てほしくてね。来週の金曜収録なんだけど、ババ君どうしても入れたいんだよね。まあそれが話の目的で。あの3回戦なんで、その後なら。え？出てんの？もういいじゃん。そのために1年頑張ったんで、一応。そっか、じゃあ調整するんで、ちょっとだけ。よろしくね、ババちゃん。期待してるよ。怖えなあ、怖えなあ、おい、
断ったらお前切られちゃうみたいな感じだった。この二人できてんの？それはすげえわ。武道館、日本ではでっかいな、それ。カーネギーホールみたいなやつやろ？やっぱできてんちゃう？おい言ってることはきつい。やっぱここかよ。収録始まるから行くよ。はあ、絶対。はい。ババさん頼みますよ。ババさんも今や売れっ子なんでわかると思いますけど、今本当に大事な時期なんで。はい、分かってます。休みできたら教えてね。合わせるから。パン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 。ごめん、これから収録やね。どうすんねん、来週やぞ3回戦。どうしようかな。今日のその収録の後は打ち上げやんね。この明日は一日高速のロケ。明後日は朝からドラマ撮影。めっちゃ売れてんじゃん。無理やん。忙しすぎやな、おい。でも俺はこのブタちゃん嫌いじゃないぞ。こいつのユーモアセンスはちょっとエッジの効いた。こういうなんかさ、嫌われない芸人嫌やな。味が薄い。まあ中には面白いやつもいると思うけどね。怖いよー、怖いよー。いや、なんかいろいろやべえことが起こってる。いやー、見た？猿さんやられてる。皆さんこれは面白いもんですね。ご視聴ありがとうございました。 Until next time, goodbye and お気に入り。